おはようございます。今日はですね、体の値段についてちょっとしたお知らせがありますので、最後までご覧ください。まずはね、暗号通貨の軽いね価格についてお話していこうかと思います。今日は4月26日朝6時15分なんですけども、ビットコインが一時期の過熱ぶりをちょっと抑えてですね、700万から一気に520万円ぐらいに落ちてきました。まあでもね、十分な価格だと思いますよ。これを暴落という、まあ気持ちはわかりますけども、もともと8月ぐらいに500万突破かなっていうふうに多くのトレーダーさん見ていたと思いますので、まだね、8月に比べて、まだ4月ですからね、5月ぐらいですけどもね、今ね、まだまだこのビットコインの価格、高水準にあるっていうふうに私は評価します。あなたどう思いますか？そしてイーサリアムですけども、25万円前後までの伸びしろをしっかりと実現させてくれました。現在は23万8千円と24万円をちょっと割り込む価格なんですけども、20万円以下で仕込みが終わった私たちとしてはね、かなりの含み益を得てるんじゃないかなと思います。やっぱり恐れずに、少額の時にいかに買っているかですよね。まあ、そのための余剰資金をいかに作れてきたかということになります。ですので、ビジネスで余剰資金ができなかった場合は、暗号通貨に参加できていないってこともあると思いますので、やっぱりね、ビジネスをしっかりものにすることっていうのは全ての基本になるんではないかなと思うんですね。はい。それで、悪いからが ADA なんですけども、今価格は114円です。そしてここからですね、今日は ADA のちょっとした発表ということなんですけども、実はですね、ステーキングがあと30分ほどで、完成してですね、またステーキングボーナスが入ります。私個人で言わせていただくと、報酬が今ね、1152ぐらいありますんで、これが1500ぐらいになるんじゃないかなと思うんですよ。これにかける114円ってことなんで、まあ15万円ぐらいってことですか、現金にしてみたら。そのぐらいにはなったかなってことですね。まあわずか1ヶ月弱でこの金額が報酬として受け取れるわけですから、ステーキングプールをね、いかにパートナーとするかってことが大事なことだと言えます。というところでね、今回はこの大事な、はい、バッテリー切れちゃいましたね。で、最後までご覧くださいといった趣旨になりますけども、速稼塾の塾生さんの中にはですね、ステーキングプールを運営している方もいるんですよ。その方が自分のステーキングプールをぜひね、塾生さんのために開放したいということだったんで、ぜひね、この体のADAをお持ちの方は、まあ少しでもいいんでね、こちらのステーキングプールの方にお話を持っていってみてはいかがかなってことでございます。正式な発表はもうちょっとしたらね、ご本人様から送られると思いますので、その際はですね、ご本人さんからの動画をお伝えするのか、それとも原稿を私が再構成するのか、対談形式にするのか、もうちょっと時間いただければと思います。体のADAのステーキング、これのね、優先受付のお話でございました。かなりいいと思いますんでね、ぜひ乗ってみてください。報酬も結構いいんじゃないですかね。それでは失礼します。